レッドブル内での権力闘争やクリスチャン・ホーナー代表の立場がフェルスタッペンの将来に影響を与える可能性があるホーナーが女性スタッフによる不適切な行為を告発された後の組織内の混乱や彼に対するレッドブル社の主要メンバーからの抵抗はチーム内での彼の影響力に疑問を投げかけているマックス・フェルスタッペンはチーム代表のクリスチャン・ホーナーチーム代表がドバイでタイの首脳らと会談した後 チチーーム代表のクリスチャン・ホーナー氏が権力を維持した場合、レッドブルを去ることになると報じられている。ホーナーのチーム内での影響力が増大しているとの報道が流れる中、マックス・フェルスタッペンのマネージャーであるレイモンド・バーミューレンが対人家族と面会し、この問題に関する立場を表明したと報じられている。フェルミューレンは状況に対して単純な立場を取っており、もし、ホーナーが権力の座にとどまれば、 マッックススフェルタサンドの世界チャンピオンであるフェルスタッペンは、レッドブルのアドバイザーである、ヘルムート・マルコへの忠誠を公に表明しており、もし、マルコがチームを去るなら、自分もチームを去るかもしれないと指摘していた。そうは言いながら、記事は、マックス・フェルスタッペンが、レッドブルを去る可能性は、現時点では低いと思われるとし、その理由として、彼は、 レッドブル F1 チームと2028年シーズン終了までの契約を結んでおり、現在、チャンピオンシップを4ポイントリードしている。このオランダ人ドライバーには、2024年に4年連続タイトルを獲得するチャンスがあり、来年には5年連続タイトルを獲得する可能性があるため、フェルスタッペンがレッドブルから離れる可能性は現在考えにくいというものだ。コメント、こちらもレッドブルナイフンの話です。 別のところの記事とよく似ているので、ソースは同じかもしれませんが、マックス・フェルスタッペンのマネージャーであるレイモンド・バーミューレンが対人家族と面会し、この問題に関する立場を表明したと報じられている。というのは初めて見ました。記事自体は、フェルスタッペンは、レッドブルを出ていかないのではないかと予想していますが、出ていくことも公言しています。その際に気になるのは、ホーナーが権力を維持した場合なのか。 マルコがチームを去るならならのかマルコが出ていけば非常事態ですからフェルスタッペンも出ていく可能性はあると思います。もう一つのホーナーが権力を維持した場合はあり得る状況ですがこれでも本当に出ていくのかわからないところです。